はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、ハイエースの車中泊をですね、より快適にしようということで、うん、ライトを増設しようと思います。はい、で、過去何度か、前回の動画もそうだと思うんですけど、うん、車中泊をした際にですね、どうしても、車の中暗くて、うん、で、マキタのライトを2つ使って、どうにか中を明るくしようと思うんですけど、うん、やっぱりその光源っていうのが、手前とか奥にあると撮影もしにくいっていうのと、うん、あと料理もしにくいっていうのがあって、まあ、なるべく車内をまんべんなく上から照らせたらいいよねっていうことで、まあ、皆さんされてるようにですね、うん、ハイエースのダウンライトをですね設置しようかと思います、はい、で今回購入したダウンライトはエルパラさん の, 12V 車用 の, ダウンライトになるんですけど、うん、そちらを8個購入しました。で、まあ、ここにも物はあるんですけど、うん、一応その発光をですね、今回はマキタバッテリーで、うん、運用しようかなと思うんですよ。まあ、車に電源を取って車のバッテリーから、まあ、行ってもいいんですけど、うん、心置きなく使うってなると車のやっぱりバッテリー上がりとか結構心配になってくるっていうのと、あとそのドアを開けた時にその車が明るくなるっていう、うん、まあそこは電源の取り方で変わると思うんですけど、まあ、スイッチをつけたりとかさ、うん、オンオフで変わると思うんですけど、まあ一応試験運用ということで、まあ、電気をとりあえずつけて、うん、マキタのバッテリーにプラグを挿してオンオフした時だけつくっていう、うんうんうん、連動させないっていうこと、うん、まあ、うん、そうそうね、うん、連動させないというか、とりあえずもう電源を別、うんうん、なんか車中泊用のもダウンライトっていう感じで使おうかなと思います、うん、はい、でそれで、まあ、使ってみて、うん、まあ、やっぱり車のドアをこう開けた時に連動してついた方がいいとかっていう風になったら、うん、もう一回配線をやり直そうかな、うん、そうね、うん、まあ、本当に車中泊って使ってみないと分かんないことが多すぎて、うん、多分一回これでやるけど、うん、またやり直しっていうのが今後もいろいろ出てくるのかなと思うので、そうそう、はい、じゃあそれでは早速ちょっと購入品の紹介をですね、はい、しようかと思います、はい、はい、それではですね、まず最初にダウンライトのライトの方ですね、うん、まず入ってるものが本体ですね、こんな感じです。結構思ってたよりちっちゃいんですよね。ここの径が約69、後ろのここですね、ここが約50で、ここの後ろのここの深さ、ここの深さが約11mm で、全体的な厚みですねが 14mm あります。そこそこコンパクトです。で、ここのこいつ見えてるかと思うんですけど、バネみたいのがついてるんですよ。でこれは車の天井に穴を開けるじゃん。で下からこう差し込めるような作り、差し込んでこのバネが、ま、天井に引っかかって、ま、落ちてこないっていう感じになります。でライト自体はここをクリクリやって開けれるらしくて、こんな感じで LED が入ってて、うん、あ、今回はもうネジ止めしてあるのかな。このネジでね、ここにこのネジが見えると思うんですけど、ネジで天井に固定するタイプもあるんですよ、うん、なんか場合によっては、例えばそのキッチンを作った場合に、キッチンの真上に電気が欲しいってなったら、そのネジで固定するっていうのもまあできるんですよね、うん、穴を開けなくてもってこと、ね、そうそうそう、まあ、うん、ネジの穴は開いちゃうけど、うんうん、それ大きく開けなくていいと。そう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 、一応今度ライトですね、カラー展開が4色あります、うん、でその中のナチュラルホワイトっていうのを箱を選びました、はいはい、こちらの差し込みはですね、専用のターミナルに接続して、そこから DC コネクターに行くような感じになってますので、うん、別途そのターミナルも購入する必要があります。はい、でこちらがですね、ターミナルになります。まあ開けようか、うん、はい、でこちらのターミナルはですね、12分岐ターミナルで6個と12個があったんですよ、うん、でうちはダウンライトを8個買ってますので、12分岐のものを買いました、うん、一応このような形で
簡単な取扱説明書が入ってます。でお次はこちらです。 DC 延長ケーブルですね。3メートルのものを購入しました。まあ色は黒色です。もうこの DC ケーブルって結構いいよね。あのポータブル電源も差し込みがあるし、うん、12V 用の消費電力がなんか少ないんだって。DC コネクタ。お次はこちらになります。リモコンですね。とミニ RF 点滅調光コントローラー。リモコンじゃない。はい、お次はこちらになります。ミニ RF 点滅調光コントローラードラえもんに言ったら分かったな。分かった中身はこのリモコンとですね、あの受信機、うん、間にかます受信機のコントローラーと、あと電池が付属してます。リモコンはあの思ってたよりちっちゃいですね、うん、めっちゃちっちゃい、ね、横幅が4センチ、うん、縦が、まあ、8センチ6ミリ、うん、厚みが7ミリあります。でこれは後でじゃあ入れましょうか、はい。でこちらのですねコントローラーにつきましては、あのちょっと迷ったんですけど、あの電流がですね5アンペアまで対応のものになります、うん、でうちはあのダウンライトを8個購入したんですけど、まあ計算をしたらですね8個で 1.6 アンペアなんですよ、うん、だからマックス5アンペアだから多分これでもいけると思うんですよね。これでいけると何ができるかと言いますと、このリモコンで電源のオンオフができるっていうのと、あと調光ですね、若干暗くしたりとか、まあ、そういう調整ができます、うん、あのダイヤル式のつまみのものもあったんですけど、まあ、それも良かったけど一旦まあこれで試してみて、まあ、どっか不具合があるんだったらもう手動でこう調整するようなものにも変えようかなって思ったりしてる自分がいます言葉のチョイスよこれだったら近くにこう置いててマジックテープとかでくっつけてさ、まあ、ピッピッてできるかなと思って、うん、まあ、でもなくなるんじゃないっていうのを話したのね。そうそう、うん、なんですよ、こっちがいいって言われたから、うん、いやこっちのリモコンになると多分どこそこやってしまって、うん、寝るときにパッて消してどっかその辺に置いて朝になってどこに行ったっけとかってなりそうだよねとかって言ったんだけども、そっから動かさないっていうやり方もできるんだよって言ったから、うん、でもリモコンの方がね何かしら使い勝手はいいのかなと思ったんで、うん、とりあえずはリモコンでね、やってみようかなと思います。そう、これでも落ち着けばもうねこのまま使うっていう感じでやってみようかなと思います、うん、とりあえず、まあ、ダウンライトが8個ありますよね、うん、8個ありまして、うん、で先ほど紹介したこのダウンライトのコネクターですね、うん、こちらこれを8個まず全てこっちのあのターミナルの方に挿します。でここのあの DC コネクターあるんですけど、先端が DC になってるんですけど、ここにこのリモコンを挿します。間にね、うんうん、結構硬いけどこういう風にね、うん、入れて、でここにこの延長ケーブルを挿します。こうね、うん、これはもう中にいるの？ん？うん、それは壁の中。壁の中に。うんうん。あ、ってなるとこれあれだ。延長ケーブルじゃなくて押すじゃないといけないんだわ。まあ、こっちからま順番に言うと、こっちのターミナルがメスですね。うん、メスに押すを挿して。でそこからまたメスが来て、このコントローラーのメスね、うん、で延長コードを挿すと、うん、こっちがメスになっちゃうんですよね、うんうんうん、だからこれだとここに挿せないので、オスにしなきゃいけない。そうそう、そういうことね、はい、で以前あの火薬をあの火薬の魚探を DIY した時に Amazon でこういうものを購入したんですよ。こういうものなんですけど、うん、これは DC コネクターのメスとオス、うん、これ結構まあ安かったんですけど、なんかすごい大量に入ってて、まあびっくりしたんですけど。で、こっちのオス側をですね、
延長コードの線を切ってオス側に配線して、うん、まあ、これにつなげようかなと思います、うん、でこれはあのここに見えるかな、あのネジがあるんですけど、ここをもう精密ドライバーで緩めて、ここに配線を入れて、このドライバーを、あ、これですね、締め込むだけでつけれるっていう結構簡単なコネクタになります。ですね、この、 あの先ほどの延長ケーブルのメスを切って、うん、あのオスをつけました、うん、でこれであの延長ケーブルはオスオスになってこちらに刺すことができます、はい、で、とりあえずですね、設置する前に、うん、このライトが実際につくかどうかっていうのを試験的にですね、うん、試してみようかなと思います、はい、でこれを全部だ、はい、OK、うん、ターミナルにつながってて、うん、ターミナルのこの線からコントローラーに来て、うん、コントローラーから延長ケーブルに来て、うん、先端のあの先ほど切ってオスをつけ直したケーブルに DC ケーブルに来てます、うん、でこれをマキタのこの 12V に挿します、うん、はい、おお、ついた、もうついた、もう足りない、なんで電気が、マジまさか。これって選んで買ったんじゃないの？選んで買ったの。一応計算的には買ったら計算が間違ってたのか。ちょっとこれしたい。いや、だからこれがほら、あ、そうか、まあ、チカチカなってたからもう一回じゃ入れるよ、うん、今コントローラー入れたんだけど、ちょっとふわふわ、うん、あ、そしたらじゃあ下げてみて、ね、このダウン、あ、今ついた、あ、これか、接触が悪いのけ、ほら私押してる、ほら、おー、やってん、ほら、じゃあこれでちょっと待って、あー、わ、使える使える、でもリモコン使えるよ、これリモコン点滅になってたのかも、あー、そういうこと、モードで、ほら、あ、ほんとだほんとだ、わ、すごー、ほら、うわー、目が痛い目が痛い、すごー、めっちゃ使えてんじゃん、てかモードありすぎだね、うん、まあ単純にここでだけですね、このグレーの枠のここだけで、これで今 100%、うん、今 100% ね、あ、今 100%、うん、100% で次 50%、うん、で 25%、うん、で一旦また 100% に戻して、うん、今度はこのプラスマイナスのところのマイナスを押すと1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回あ9回までだ、9段階調整できる、おー、すごいね、うん、あ、びっくりした、めちゃめちゃ点滅したから、で、あのこれね、すごいのが、例えばあの 25% にしたじゃん、うん、でこれで電源を切るでしょう、うん、で切りました、うん、でまたつけるときに同じ 25% でつくの、前回のパーセンテージ中かあれをあの記憶してるんだね、うん、記憶してそのまま復帰してくれるみたい、うん、で 50% にして電源を押して切ってもう一回つけても 50% のままっていう、はいはい、これはすごくいいよね、うん、こんな感じ、うん、よかったね、うん、よかった、焦る、接触が悪いのかと思ってさ、はい、ちゃんと配線したから、じゃあこれでちょっと試験点灯は OK ということで、うん、じゃ車の方につけましょうか、はい、はい、それでは天井の方に発火所を印をしました。で今からですね、コンパスで55ミリの下の あの線を引いて、うん、それをカッターナイフでくり抜いていこうと思います。はい、まあ、約あの下の55ミリで素材に応じて調整してくださいみたいなことが書いてありましたので、うちはまあこの天井ちょっとまあ柔らかいですので、うん、若干開くっていうのも考慮して、まあ、54ミリであの穴を開けてみようかなと思います。はい、こことここ27、うん、うん、54、それでは
あの印をつけ終わりましたので、うん、穴を開けようと思います、はい、で、あのオルファのちっちゃいカッターを買ってきました、うん、まあ、ちっちゃいカッターの方がやりやすいかなと思って、うん、まあ、大きいのは家にあるんですけども、僕はこれで、ビーコさんはこれでやってもらおうかな、うん、おーい、あ、結構、あ、ちなみにですね、あの、え、この車って車に穴開けるんだって思ってる人いっぱいいると思うんですけど、そうです諦めましたそうなんだよね、やっぱり天井に穴じゃなかった、電気は必要で、うん、この、ま、北の LED ライト、うん、とかあのワークライトとかじゃ、そう、とてもじゃないけど賄えないですよね、うん、綺麗に円になったじゃん、上手か、あの綺麗に切った人がうまいのか、あ、こんな感じ、断面見えるかな、いい感じですね、結構ズーっていくから気をつけてね。開きました、早っ、2箇所目なんで、開きました、早っ、開きました、開きました、開きました何の掛け声、開きました、よっしゃ、真ん中のテープを取りました、もうそれさ、切りがないよね全部に使えるじゃん、それ何でもいいよ、これで4つ全部穴を開けました、助手席側のあのエレクターパイプだけ取ろうと思います、うん、ここのですねシートベルトをまた一旦外して中を通して、ここら辺でちょっと出せたら出そうと思うんですよ、線だけピョコってこう出せれたらですね、で、あの将来的にはですね、ここの下にあのサブバッテリーシステムをまあ組もうかと考えてるんですけど、うん、まあ、そのための下準備として、まあ下準備っていうかで、まあ、仮で接続できる形を作るっていう感じですね、うん、真ん中からの助手席側4箇所、こことここをやってる時にカラーを落としたんですよね、うん、だったよね、そうそうそう、うん、重なってるんだっけ、あ、重なってんだね、うん、あ、ここにバックモニターの配線が、ほら、あ、ほんとだほんとだ、うんうん、これから行く、一番後ろね、あ、うん、行きましょう、はい、この持ってきた棒を通します、うん、この後ろまで、あ、来た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 、うん、まあ、それなりに抜けない感じで、うん、来ました、もう来た来たね、あ、こうやって、あ、こうやってチンって入るんだ、ここを押さえろって書いてあったよね、見えてる、あ、こんな感じか、あ、今入った、ほら、お、いいね、あ、綺麗に入った、うん、はい、隙間なくね、ね、うん、
びっくりした。そしたらこのライトを取らないと、あのここが開かなくてですね、ちょっとやりにくかったので、結局取りました。はい。で、これ自体は内張り剥がしで、あの、こういうふうにこじればですね、こじるって鹿児島弁かな。うん。まあ、あの、これこう、クイックイってやれば、取れました。うん、うん。あとはネジで、あの、ここがですね、2箇所ネジで止まってますので、こういうような感じで、ネジで止まってますので、うん、2箇所取ってあげると、こんな感じで、プランとなります。うん。運転席側4。うー、4。うん。あ、あの、全部番号つけてあります。はい。運転席側1234と、助手席側1234でね。そう。で、まあ、それぞれの34だね。うん。運転席側の4。うん、と、人生が。それでは点灯式を行います。はい。いいですか。はい。点火。じゃじゃーん。明るいね。明るいね。明るい明るい。今100%。はいはい。あ、これいいね。あ、これは全然違う。いいね。最高だね。最高だわ。ちょっと暗くしてみていい。うん。はい。5。2個、うん、3個、うん、4個、5個、6個、7個、8個、9個、はい、これで一番暗い。あ、全然いいね、でもね、うん、ちょっとムーディーな感じで、ちょっとずつ明るくするよ。はい、はい、1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、はい、マックス。まあちなみにマキタの場合ここにスイッチがついてるんで、うん、ここにね、うん、ここの音符でもいけます。ああ、そうなんだね。どっちでもいける、うんうん、だからあのさっきちょっとびっくりしたんだけど、うん、これをちなみにオフにしてる状態で、うん、あのこっちの電源を入れてもつきません、うんうんうん、でやってみるよ、うん、ここオフにするね、はい。で、今電源が入っている状態なんだけど、うん、まあ、もちろん今切りました、はい、で、オンにしてもつけません、うんうん、一瞬今ピカッとなったけど、うん、本当だね、うん、で、今押したのでつけました。はい、多分ちょっとドキッとするけどね。配線ミスったんじゃないのって。この色でよかったね。うん、まあ多分ね、どれでもいいと思う。つけたらどれでもいいのかな、うん、いいと思う。もうちょっとオレンジっぽいのもあったんだけど、うん、まあ、うちの好みはもうこれかなっていう感じで、うん、で、別なあの YouTube で紹介されてる方見てもね、あの黄色っぽいでもやっぱ雰囲気がいいよ。あ、そう、うん、外で見ると余計、うんうん、だ、結果的に自分が選んだのが一番いいと思います、はい。まあ、ここにあれが棚が来るから、うん、ちょっとまあ長めに出しとこうか、うんうん、念のためステンレス配線留め金具です。これを壁にペタッとして、うん、配線がペチャペチャ動かないように固定しようと思います。うん、ここぐらいでいいかな。ここでいいか。ここでいいか。シートベルトを戻して。めっちゃいい感じになった。最高じゃないですか。もう本当に部屋。これでまた一つ私たちのストレスがなくなりました、うん、私たちっていうか私かな。暗かったもんね、うん、めちゃめちゃ。そうそう、何を撮るにももうそっちの電気やってとか、うん、見えないとか、うん、なんかもうそういう狭い空間でそうやって言うのも、うん、一つ一つがもうストレスだったから、ね、ここ開けた感じはどう？ここの料理あ全然もうね違うの、もう全体的に明るいから、うん、全然大丈夫。まあ、全然よ、うん、全然いいね。あ、ちょうどまあ上ぐらいだもんね、うん、すごいいいじゃん。すごい良くなりました。これはやって正解でした。穴を最初は開けたくなかったけど、ね、うん、
大成功。はい。この電気がですね、うん、1個 0.2 アンペアなんですよ、うん、約ね、うん、で、マキタのバッテリーの、18ボルトの6アンペアで、うん、約 4.7 時間持ちます、うん、満充電時でね、うん、だから、まあ、一晩はギリいけるかいけないかっていうぐらい、うんうん、多分夏場なんかはさ、うん、まだ明るいから、うん、夕暮れにがさ、うんだからだいぶいいかもしれないけど、冬場なんかやっぱ早くから電気をつけたりすると、そうね。だからある程度の時間まではマキタバッテリーで行って、うん、マキタバッテリーが切れたらポータブル電源にも 12V そのまま端子で刺さるので、うん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 、ポータブル電源に刺してもいいんですよ。うん、まあうちの場合はポータブル電源はエコフローのポータブル電源を使ってるんですけど。うんうんまあ容量が若干少ないのでそれはポータブル冷蔵庫に取っておきたいんですよね、うんまあ、なるべく理想としては、うん、だからもしマキタバッテリーで使えんかったら、まあ、そっちの方に挿すっていうのもあるし、うんまあ、マキタバッテリーの予備を持ってくるっていう手もあるし、うんまあ、どっちでもいいとは思うんですけど、うんまあ、とりあえず 4.7 時間ぐらい、はいまあ、100% でずっと使った場合ね、うん、でこれが今まあ100なんですけど、うん、このリモコンで50%、今これ 50% で、うん、に変えると多分もうちょっと長く使えると思うから、うん、まあぼちぼち飲むときはこれでもね、うん、そうだね、その料理が全部終わってしまえば全然 50% でいいと思う、うん、50% にして、うん、今次これ 20% ね、うん、後ろのこれ電気消した方が分かりやすいかも。あ、電気がついてるね。そうそうそう、これじゃ分かりにくいわですね、はい、うん、だから今 100%、うん、で50%、うん、で 20%、うん、まあ雰囲気は本当にいい、はい、思ったよりリモコンが良かったです。良、うん、かったね。ね、うん、今度微調整ができるっていうのも良かった。ほらそう、ね、またもう一回やっていい。もういいよ、もういい、もうやったもん。もうどうせカットだから、どうせカット。ほらこうやって、うん、ね、うん、微調整できる。カメラでも分かるから。分かる、ね、分かる、全然分かる。ほら今一番ちっちゃい明かりで、うん、でまた徐々にこう明るくしていくと、うん、段階的にね、はい、ああ全然わかる、ね、すごくいいよね、映、うん、ったまんまです。映ったまま当たり前なんだけど、うん、当たり前だけど、すごい雰囲気が良くなった。良、うん、くなりました。はい、よっしゃ。まああとは、うん、このリモコンをなくさないように、うん、どっかに留めておこうか、うん、そうだね、はい、はい、じゃあそれでは、はい、終わりにしましょう。はい、それでは今回の動画は以上となります。はい、今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。何聞いた今ショUs. They couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all, by winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we